everyone. 皆さん、こんにちは。カイジュウサツキ .com へようこそ。私はカイジュウサツキと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日はですね、選択表示が新しく変わったということをお聞きしましたので、そのことについてお話ししたいと思います。選択表示というのはですね、こういうようなお洋服を買うと、なんかこう、横にタグがついていて、そこにこう、メーカーの名前が書いてあったり、あとなんか取扱い注意事項が書いてあったりしますよね。で、最近はこういうマークだけじゃなくて、文字って細かい文字ですごくたくさん書いてないですか？なんか3枚ぐらいついてたりすることがあるんだけど、例えばなんか引っ掛けたらニットがなんかどこになっちゃいますとか、なんか色物と洗うとなんか色落ちして色落ちしますとかね、そういうことが書いてあったりして、あれここにあるとなんかチクチクしちゃったりするので、なんか取りたい衝動に駆られるんですけども、お洗濯するとき必要なので我慢してつけておりますね。はい。で、それがですね、今まではここの感じで日本語でなんか軽く説明が書いてあるものでしたよね。はい、もうこれすごいね、すっかり馴染んでおりますが、それがですね、なんか世界共通のものに変わったんだそうでございます。12月からですね。はい。で、これは12月1日から多分製造されてタグをつけられるお洋服に関してのことだと思うので、今のところ私が持っている服でですね、この新しい取扱い表示がついているものはございません。まだ見たことはございません。でも、まあ春物あたりから出てくるのかなっていう感じです。でですね、種類が今まで20種類ぐらいだったのが40種類ぐらいで、倍ぐらいにこのマーク自体のね、種類が増えるんだそうです。それでですね、パッと見て分かるものもあるんですけど、これ何っていうのもあるんですよ。で、それをね、ちょっとね、ご紹介したいんですけど、ここにあるこの5つの基本記号、これを使うそうで、この一番これですね、これは家で洗えるかどうかみたいな話ですよね。で、アイロンはアイロンの形だから分かりますよね。で、この三角印が漂白ができるかどうかで、丸はクリーニングで、で、この四角が干し方のインストラクションなんだそうです。で、これですね、これはなんかこう中に数字書いてありますけど、これは温度で、例えば40って書いてあったら、マックスが40度だから、40度以下でお洗濯するんだったらいいということですね。私、お湯で洗ったこととかないんですけれども、なんというか、汚れを汚れをよくするためとか、あと95とかっていう数字があるらしいんですけど、95度、沸騰してるじゃないかと思うんだけども、まあ、それはもうネット消毒ですよね。うん、そういうのがあるんだそうです。で、それはその温度で洗えということじゃなくて、マックスそこまでいいよということですね。で、あとですね、これの下にこのなんかバーが1本2本ってあるんですけども、これはですね、バーが多いほど弱流で洗いなさいということなんだそうです。はい。で、なんかこう増えていくと強くなるイメージなんだけど、こう桶の下に行くのでマイナスバーっていうふうに覚えるとですね、いいから、この2本線があったら弱流で回しなさいということだそうですね。で、これは分かりやすいと思うんですけど、この手のマークがあったらこれ手洗いで、これはお家で洗っちゃダメですということですよね。で、まあこれはいいと思うんですが、これが漂白で、普通の三角だとどんな漂白でも OK ですよというので、この三角の中にしましまがあると、酸素系漂白剤のみ、だから塩素系はダメということで、このしましまの覚え方なんですけど、いわゆるこうしま模様の服、白だけじゃなくてね、色物入ってますけど、あれも漂白したければこっちだというふうに覚えるといいというふうに言われました。なるほどという感じでございますね。で、それから、次に、これですね、この丸の中に点々がある、これがね、これよくわかんないでしょ。これね、タンブル乾燥で、それこうゴンゴン回す乾燥機ですよね。で、乾燥してもいいかどうかというやつで、これの場合はですね、このポチが1個2個あるんだけど、2個の方がヒーターの温度が高い、で、1個の方がヒーターの温度が低いということで、外に干されないお宅で、もう乾燥機付きの、
洗濯機を置かれている方はこれ毎日ご使用になると思うのでそれ大事だと思いますね。うちはティンピブシですので関係ございませんが、でこれパッツあったらこれはダメということですよね。だからこの四角いやつ、これがすごい難しいんだけども、この縦棒はいわゆる釣り干しですね。釣り干しで、横棒が平干し、あのセーターなんかで縦に干しちゃうと、まあ、なんか伸びちゃうってやつ。で、この1本2本の、区別なんですけど、1本線は脱水で、2本線は脱水しないでということです。これ覚えにくいですよね。うん、なんか。ですね、だからこの横ってちょっとこう斜めの線が入ってるやつ、これ影の意味なので影干しなんだそうでございます、うん、だからこの辺がちょっとなんか覚えにくいかな。でアイロンはアイロンの形なので分かりやすくて、でこれはなんか1,2,3とポチが増えるに従って温度が上がるということなんで、なんかここはちょっとなんか普通に分かる感じですよね。でここの P とか F とか W とかっていうのが、これがクリーニング屋さん向けの印で、 P がパークロロエチレンとかっていう溶剤を使うっていわゆるクリーニングね。で F は石油系溶剤で、 W っていうのはウェットクリーニングで、ウェットクリーニングっていうのは家庭で水洗いはできないんだけれども、普通のドライクリーニングだと例えばこう汗の汚れとか取れないんですって。なのでお水と洗剤をなんかこううまく混ぜて洗うという特別な技術があるそうなんで、プロしかできないらしいんですけどね。それがウェットクリーニングって言って、でクリーニングなんだけどウェット、うん、でまあドライクリーニングとお水で洗うのといいところでみたいな感じらしいんですけど、それはこれということで、ここはだからクリーニング屋さんに確認してもらえばいいところですかね。でこの×があったらこれクリーニングはできないということなんですでございます。はい、でまあね、確かに日本語で今まで書いてあったやつは外国人の人がその日本でお洋服買ってこのタグついてると意味が分かんないっていうのがありますよね。であと多分一番大きいのは海外から輸入したお洋服に日本に輸入した時に輸入業者がですね、今まではなんか多分その日本向けのタグを付け直してたんだと思うんですよ。でその手間がいらなくなるので、まあグローバリゼーションがお洗濯にも来たかなという感じなんですけれども、なのでこう海外の工場でね作ってそれをその日本に持ってきて売るとかっていう方にとってはいいんじゃないでしょうか。まあ最初はちょっととか思いますけど、まあまあなんとなくイメージでつかめる絵ばっかりなので、まあ慣れればいいのかなっていう感じですよね。っていうかまあこれをちゃんと見てお洗濯しているのかお前はって話ですよね。しておりません。はい、うん、そういう面倒くさそうな衣服はもともと買わないのでね。であとこのタグなんですけれども、名前大きな声では言いませんが、私ですねかなり前なんですけど、韓国でまあ、お仕事してる日本人の人とねお話ししたことがあって、こういうなんかアパレルをやってたんですけども、なんかね工場があって、 T シャツその人売ってたのかな。で T シャツ自体は韓国じゃなくてインドネシアとかなんかそういうところで作ってたと思うんですけども、それはね単位にその人まで持ち込むんですよ。でそこの工場持ってって、そしたらそこにはですねいろんなタグがあって、例えばメイドインジャパンとかメイドインチャイナとかあって、どれがいいですかみたいな感じでですねオーダーメイドでタグをそこでつけれるので、それつけた瞬間になんかメイドインジャパンになったりメイドインチャイナになったりとかですねいう感じだって言っていてですね、まあちょっと怪しいご商売をされていたんですけれども、まあそういうことをですねちょっとこのお話をね聞いた時に思いました。はい、でこれはですねこのパンフレットは消費者庁が出しておりますということでね、まあ、家庭でお洗濯して縮んだりとかっていうのはまあ本人の責任なんだけども、クリーニング店に出して縮んだとか、なんか例えば豚の取りで帰ってこないとかですね、割とトラブルってあるのかなと思います。私自身もたびたびありました。物自体がなくなったりとかもあってね。なのでやっぱりそこは消費者を保護するという意味でですね、あらかじめこういうことはもう本当に、まあ、説明責任ですよね、お洋服のね。
はっきりして、そして何かトラブルを未然に防ごうと。で、何かトラブルがあったとしても、ここにこうやって書いてありましたよねってことがあれば、ああ私が悪かったわねってことになりますからね、ということだと思いますので、本当に何でもかんでも説明責任のご時世でございますが、お洋服にもそれが来たかなっていうことですので、しばらくですね、新しいお洋服買うとき、いつこの新しい洗濯表示、これですよね、この新しい洗濯表示のものに当たるのかなというのをちょっとしばらくですね、楽しみにしたいと思います。でこのパンフレットは、消費者庁が作っておるものであちこちにあると思いますし、多分消費者庁 の, ホームページとか行ったらダウンロードもできると思うので、気になった方は見てみてください。ということで以上、解除させていただきました。 See you next time. Bye.